Everybody, it's Vena. こんにちは、スワンです。今日は初めて日本に行った時の経験についてちょっと話してみたいと思いますが、いつもと違って英語と日本語を両方使って頑張ってみたいと思います。だからよかったらぜひ、いいのを押して登録もお願いします。じゃあ。Good question. I was staying with a family friend. He's actually a teacher that works at one of the military bases near like Kanagawa. It was really fun because she taught me the train system and like she showed me all her favorite restaurants. So I felt like it was just a very fun experience for me as a first time international traveler. But her place was perfectly located. Literally all of my friends live in the Kanto area. So it was just super easy to hang out with them.一番やばかったのは、なんて言うの？え？選びよう。あった。改札口を探してたけど、駅の中で迷ってきちゃったの。だから、あちこちを探していて、誰か助けて、助けみたいな感じで、一人で駅の中で走ってたんですけれども、待合室に座っていた女がいたんですよね。で、彼女に話しかけて、あ、ちょっと質問があるんですけど、助けられたんですね。どうすればいいのか全く分からなかったから、心、心臓がドキドキして、すっごい怖がってきたの。助けられてよかったですね。ハッピー。友達と一緒に歩いてた時にはね、全然知れない人に見ろっと見られたりしたことがあったから、多分そういうのが、偏見とか性別のかもしれないんですけど、直接に日本人に、差別されたことは一個もなかったから、黒人ならね、心配なく浪江して日本を楽しく発見してください。楽しいし、食べ物は美味しいし、I didn't know how to use the PASMO card. 自動販売機みたいなあのものを使おうかなと思ってたんですけれども、なんとなくPASMOが必要だったんですね。その時にパスモを使うことにまだ慣れていなかったから、すごい不安になって、どうしようみたいな感じで心配してたけど、それが顔に見えたんですね、明らかに。だからおじいさんが、あ、もう、買ってあげるよ。で、なんかこのバカ、このバカパスモでも使えないんだ。ありがとうって、食べるようになりました。Like, have y'all left the United States before? Like, I was scared out of my mind. なんかね、飛行機の中で座ってた時に、高い、あ、飛んでる、飛んでるわって感じでした。So, the freaking assistant helped me. She was calming me down. She was like, it's okay, Vanna. It's okay. And I was like, okay, you know, I was breathing. 国際ロークに行ったことありますか？あるならぜひコメントに教えてください。Okay? I wanna know. もちろんこの動画が良かったらぜひ、いいのを押して登録もお願いします。ビデオはどうでした？どうだった？良かったでしょ？良かったかな？どうも。待ったね。